皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、中学校2年生の数学、3章、1次関数、2節、1次関数と方程式、11時間目と12時間目の動画です。1次関数と方程式、教科書の72ページを開いてください。 x プラス 2y イコール2について、下の表の x の値に対応する y の値を求めてみましょう。また、 xy の値の組を座標とする点を下の図に書き入れて、どんなグラフになるのか求めてみましょう。では、ここで動画を止めて、表をノートに書き写し、x に対応する y の値を求めてみましょう。書き終えたら動画を再生してください。できたでしょうか。x の値に対応するそれぞれの y の値を求めると、このようになります。この表をもとにグラフを書いてみましょう。x、y の値を座標とする点をどんどん多く取ってグラフを書くと、下の図のようになります。x プラス 2y イコール2で、x の値を決めると、y の値もただ一つに決まるため、 y は x の関数ということができます。この関数を見やすくするために、 y について解くと、 y イコールマイナス2分の 1x プラス1、つまり傾きがマイナス2分の1、切片が1の直線であることがわかります。つまり、先ほどのグラフを方程式 x プラス 2y イコール2のグラフと言います。2元1次方程式のグラフの形について理解したところで、2元1次方程式のグラフを書く方法について考えてみましょう。例題1、方程式 3x-4y イコール12のグラフを書いてみましょう。ここで動画を止め、グラフを書く方法について考えてみましょう。考えついたら動画を再生してください。考えついたでしょうか。では、実際に動画と一緒にグラフを書いてみましょう。まず、手順1として、3x-4y イコール12を y について解きます。解くと、y イコール4分の 3x-3 の形になり、傾きが4分の3、切片がマイナス3の直線であることがわかります。この傾きと切片をもとに、グラフを書いていきます。グラフを書くと、このような形になることがわかります。グラフの書き方について理解したところで、実際に確かめ1の問題をもとに練習してみましょう。確かめ1、方程式 2x プラス y イコール4のグラフを次の手順で書きなさい。手順1、2x プラス y イコール4を y について解く。手順2、手順1の結果からグラフの傾きと切片を求める。手順3、切片と傾きをもとにして直線を引く。では、実際にここで動画を止めてグラフを書いてみましょう。グラフを書くことができたら動画を再生してください。できたでしょうか。では、
答え合わせをしていきたいと思います。まず手順1。2x プラス y イコール4を y について解くと、2x を移項し、y イコールマイナス 2x プラス4の形になります。手順2。そこからグラフの傾きと切片を求めると、傾きがマイナス2、切片が4であることがわかります。手順3。切片と傾きを元にして直線を引くと、座標 x が0、座標 y が4を通り、傾きがマイナス2なので、このようなグラフの形になっていれば正解です。では、問1の問題でさらに練習していきましょう。問1。次の方程式のグラフを書きなさい。括弧1。x プラス 2y イコールマイナス4。括弧2。3x マイナス 2y プラス8イコール0。この問題のグラフを書いてみましょう。では、ここで動画を止めて、グラフを書いてみてください。書けたら動画を再生してみましょう。できたでしょうか？実際に確かめ1のような手順で、括弧1、括弧2の問題を解くと、括弧1のグラフがこの形、括弧2のグラフの形がこのようになっていれば正解です。次の問題です。例2。方程式 2x-3y イコールマイナス6のグラフを書いてみましょう。先ほどまでとは違う手順で書いていくので、動画と一緒に進めていきましょう。グラフが通る2点の座標を求めて書くこともできます。x イコール0とすると、y イコール2。y イコール0とすると、x イコールマイナス3の2点を求めることができます。つまり、この式のグラフは、x 座標が0、y 座標が2の点、x 座標がマイナス3、y 座標が0の点を通る直線だということがわかります。その2点を取って直線で結ぶと、このようにグラフを書くことができます。確かめに、方程式 2x-y イコール4のグラフを書きなさい。先ほどの例2の手順に従ってグラフを書いてみましょう。では、ここで動画を止めてグラフを書いてみてください。書けたら動画を再生してください。書けたでしょうか？では、答え合わせをしていきます。まず、2点の座標を求めるので、x イコール0のとき、0を代入すると、y イコールマイナス4。y イコール0のとき、y に0を代入すると、x イコール2。つまり、この式のグラフは、x 座標が0、y 座標がマイナス4の点、x 座標が2、y 座標が0の点を通る直線だということがわかります。この2点を取り、直線で結ぶと、このようなグラフになっていれば正解です。問2。次の方程式のグラフを書きなさい。実際にこの3問を解いて、理解をさらに深めていきましょう。括弧1。x プラス 3y イコールマイナス6。括弧2。2x マイナス 5y プラス10イコール0。括弧3。4分の x プラス3分の y イコール1。では、ここで動画を止めて、実際に解いてみましょう。
グラフが書けたら動画を再生してください。書けたでしょうか？括弧1のグラフの形がこのような形。括弧2のグラフの形がこのような形。括弧3のグラフの形がこのような形になっていれば正解です。以上で今回の学習は終了です。次の動画に進み、さらに学習を進めていきましょう。ありがとうございました。